おすおすさあ、今日も始まりましたなんか、あれですね、教えてもらったんですけど、うん、動画ついてない、あ、動画ついてないじゃない、広告ついてない動画、うんうんうん、結構多いじゃないですか、我々、ね、うん、あれを、うん、なんかそのチャンネル登録してる人だけ見れるようにみたいな設定がなんかあるらしいですよ。うーん、どうせね、広告ついてないということはちょっと過激な内容を含んでるんで、なんかその、まあ、バーッと公開するよりも、まあ、チャンネル登録してくれた人だけに見えるようにみたいな、なんかそういうのも、プレミア公開とかなんかそんなやつね。ああ、なんかそんなやつですかね、うん、なんかあるらしいね。じゃあもうそれにしようか。あ、でもいや、そっちの方がいいと思う。確かにね、うん、登録してくれた人だけが見れるっていうのはね、ああ、そうね。あ、そっちにじゃあ転校するか。おう、おいっす。いつも楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。やっぱり一問一答面白いですね。質問なんですが、はい、暴力団と右翼の違いって何なんですか。右翼って全国にあると思うんですが、暴力団みたいに何々会とか分かれてるんでしょうか。それと暴力団と右翼って抗争になることはあるんですか。無知な質問かもしれませんが教えてください。まあ今その暴力団と右翼団体がまあ喧嘩になることはもうまずないよね。あ、ないんですか。ない。ただ昔はね、まあ、右翼はちょっと分からんけど、敵屋とヤクザのその喧嘩は要はありよった。ヤクザっていう団体と、要は任侠道っていう団体と、新農会っていう、その要は敵屋は新農会って言われるだよね、はい、新農とその任侠の世界はまた別っていうふうに言われてたけん、でそこでやっぱ喧嘩はちょこちょこやっぱありよった。これはただそのもともとその民族派のもんやけんね、右翼団体っていうのは。だけど民族、はい、あ、まあ、天皇万歳とか今右寄りってことで、まあ、そういう部分でその生き方としても全く違うけん、まあ、ヤクザとは別物っていう考え方やけど、でもヤクザが面倒見よう右翼団体も多い。あ、うん、逆はあるんですか。もともとね、その右翼もね、あのヤクザがよく利用しとったと。例えば何かやな、大手の俺がそれこそね19、20歳ぐらいの時に、熊本の方で、言っていいかな、まあ、熊本の方ですごい有名な〇〇があったんよね、はい、でそこがその社長の代替わりした時に、まあ、すごいお金がヤクザに流れ寄ったっちゃけど、代替わりと同時にお金が流れんくなったっちゃ、うん、でそれで そこのいろんなその情報を集めて、要は不正行為をね、バンバン炊き立てて、で右翼団体使って凱旋してズレーッと並べて、でもうバン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 威嚇させて、でお金をまた同じように流れるようにしてっていう風な、まあその時にその、まあ、熊本の話やけん、それが本当にもううまくいったかどうかまでの詳細は俺も分からんけどね、まあでもそういう風な使い方が多かったかな。ヤクザがその右翼に使って何か企業に嫌がらせをするっていう感じですね、うん、基本的にね、右翼はその外戦者ってそういうための外戦やけどね、うん、何かいろんなことをこう発信して、アピールして、ね、うん、で要は不正行為があったところはそこの前に立って、でバン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 叩きまくってて、もう今したら捕まろうけどね。あ、そうなんですか、うん、今はもうちょっと無理やろ企業に対しては。おう、おいっす。自分は初めてコメントするのですが、湯山さんに質問です、はい、一度指を詰めた後に、うん、もう一度ヘマをして詰めなければいけなくなったら、どの指を詰めるのですか。これはね、持っていく相手による。例えば同じ組内で、ああその自分とこの親父に持っていかないかんってなれば、例えば俺が詰めた小指、ああこれをもうちょっとまた深くしてもう一回落とす、でもこれが別の組織とかになれば違う指を持っていかない。要は違う指やったら新品がいいってことです。新品がいいってことです。新品がいいってことです。新品じゃないですか。あ、それ、そう、同じ人に2回目行くときはみたいなことですか。いや、同じ人にっていうよりも、自分の組で2回も、まあ、1回目落としました、で持っていきました、親父のところに、はいはい、で、もう1回また組に持っていかないかんって、また下手打って持っていかないかんって時はもう
もう一回 深めに行くっていうだけ、はい、うん、でもよその組織やったらやっぱり新しいのを持っていかないかんけん、要は一回落とした指を持ってくんなってっていうふうに言われる。ああそうですね、うん、怖っ。なんか前指爪の話の時に中指が女関係みたいなのあったんですが、他の指も何かあるんですか。いや別にそういうのは、うん、特に。だからまあ言うて俺 その知ってる方は、はい、こういう人もいるやっぱ。えもう、うん、その人はもう全部人のために落としてきた。そうそう、誰かの、まあ、話聞いとけば、うん、そのやらかしただけではないや、うん、いやだけど誰かを守るために落としてきたってことやろ。そうそうそう、すごいっすね、その人。もう完全にこれすげえ、うん、銃撃つぐらいしかできない。銃持てんか日本やったら、うん、持てんグリップできるもんね。警察とはズブズブなんですか。情報のやり取りや金のせびりなどあるんですか。昼ご飯とか食べに来たりするんですか、教えてくださいと。昼ご飯とか食べに来たりはね、昔やっぱあったよ昔ね、まだ俺が18、19、20歳ぐらいの時。ヤクザの事務所に事務所っていうかね、一緒にどっか外にご飯食べに、もう親分の家とかにも来たりもしよった。ヤクザ、あ、いや、警察が。すごい。さすがにね、俺がね、30代、それこそ20代後半から30代にかけてはそんなのも全然なかったけど、やっぱ駆け出しの時はまだその名残はあったね。マジっすか、うん、なんすかそれ。不良警察ですか。不良警察っていうか、言うたらほら警察もその情報が欲しいね、はい、だけいろいろやっぱそのズブズブの関係にならせるように見せかけといてっていう人もおったし、スパイ的なノリで情報だけ引っ張るために来てた人もいる、うんうん、でその時はほら前もうだいぶ前の話やけど、その拳銃がまだ自主として認められよった時ね、はい、拳銃を出したら、うん、だけど、はい、そういう時もやっぱ要は点数があるだよ、はい、その暴力の係、要は4課ね、はい、4課が年間何個は没収せないかんっていう点数があったじゃん昔は。だけど、ね、そういう時のためにもやっぱりズブズブの関係に納得感と、その拳銃ってやっぱなかなか出てこないんだよね、はい、だけど、ね、そういうのも含めて関係性は深いところはいっぱいあった。ただ今はね、まあもちろんおるっちゃろうけど、でも表立ってがもうできんけん今は、うん、うん、だけどもう金玉握られると、その警察のはほとんど今おらんじゃない。一部にはおるけどね、うん、ああなんか弱み握られてヤクザにコントロールされてる警察みたいな、うん、でもこれよ、あお金、うん、これも指爪動画にコメント来てたやつなんですけど、はい、ヤクザはなんで腹を切らないんだろうと。あなんでと思う。侍じゃないけん。腹切ったら死ぬけんやな。あのね、これはね、時代の進化、ただの、うんうん、要は腹を切った時に、まあチャンバラが好きな人は多分わかると思うけど、例えば新選組ね、はい、新選組で要はもともとその身風浪士組っていうのがから始まって、で不定浪士とかがどん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 役座としての扱いになっていたわけよね、はい、不定浪士っていうのは要は何々班に所属してないんやったら浪人、うんうんうん、でそいつらもが、まあ、主なヤクザのスタイルなんよね、うん、で言うたらその時代に腹を切ります、うん、腹切った後にどうするかっていうの分かる。みんなが大変って、うん、腹切った後にどうするかっていうの分かる。みんなが大変って、みんなが大変って、みんなが大変って。違う、首落とす。そう、首を落とす人間がおるじゃん。切った後に解釈に。そう、必ずバサッて首を落としてやらなきゃんじゃん。じゃないとそのままもがき苦しまないかんで。ああね、うん、だけどもうこれは時代の進化。本当に腹を切るってなったら、結局ずっと痛いやない、うん、それで死なせるわけにはいかんけん首を切る人間がおった。それ仲間が切るんですか。仲間が切る。あね、うん、愛の、そう切り、うん、だけ本当にその当時っていうのは自分の仲いい人間にじゃあ切ってくれって言って頼む時もあったし、だけ、まあ、そんなものはね今できるはずがないけん。そうですね、だけもうこれは完全に時代の進化としか言うがない。そのプラス思考はどこから来るか教えてほしいですと。これはねもうただの発想の展開やんね、プラス思考って、うん、
常にこう何でも前向きに考えようけん、結局そうなるじゃんね、うん、ちょっと例え話しようか、ちょっと はい、ぶっ飛ぶようなちょっとシフトの仕方しようか、はい、ね、じゃあ俺が、まあ中高生ぐらいの年やったとするよ、はい、でその時にまあうちの親をね、俺の親を誰かが殺人犯が殺してしまいました、うん、ね、たら絶対許すことってできんやん、はい、ね、その人間を恨むことしかできんやん、でもこれを発想の転換をすることであなたのことは許せませんけど、うん、命の大切さを知ることはできましたっていうまたプラスの部分に変えれるっちゃね、これが発想の転換じゃん、うん、だけど全てのことって要は逆説から始めれるじゃん、マイナスのことでも何でも、うんうん、だけどマイナスのことをプラスに発想しようと思えば何ぼでも変えれると、これってだけど俺は常にそういう風な発想の転換をもっと、まあだけど発想の転換でプラスに持っていくことを知っているということですね、うん、そうそう、だけど例えばねこれをね、日本国民みんながこの発想の転換を仕切ったら、はい、日本ってすごい盛り上がれる国になると思うよ、まあ、そうそう、もう経済なんてめちゃくちゃ潤えるし先進国の中でも本当にトップに立てると思う、うん、これを仕切ったら、だってさ今日本のその、まあ、それこそ今先進国って言ったよね、はい、先進国の中でよ、日本のその自殺者ってもう本当上位トップレベルじゃん、あ、そうなんですか、ものすごい高いと日本人の自殺、うん、へえ、だけどそういう人たちも本当にこの発想の転換、要はプラスに発想できる転換を持つことによって、うんうん、一気にその世界が変わるけどね、だけど、これはすごく大事と思う、だけど、まあ、今ちょうどその話になったけん、例えばその自分その視聴者のね周りにもそういうその自殺願望があったりもしくは鬱っぽくなっとう人がおったりしたら今のその言葉っていうのはすごく届けてほしいなと思う、うん、ガラッと変わると思う、ほんとちょっとしたシフトの変え方やんね、うん、角度を変えるだけで一気に変わるね、うん、うん、だけど本当にねこういう言葉で言葉っていうかその思考の考え方だけで本当に救われる人がおるんやったら、まあ、視聴者の周りの方々にもねそういう言葉を届けてほしいなとは思います、まあなんかあれですね、ちょっとコロナ落ち着いてきたんでそろそろどっか行きたいですね、そうね、うん、ツーリング行きますか、そろそろ、そうですね、やっぱ、うん、車、うん、行きたいね、そうね、うん、TT と R8 で行きましょう、うん、2台で2台で、うん、スズメちゃん連れて4人で4人で、ああ、うん、俺とヒロシと、そうそうそう、スズメちゃんとシーン、ああ、オッケーオッケー、俺の車あんまあれやな、出したくない、ああ、そうね、うん、そうやね、オッケーオッケー、まあまあちょっと、まあ、ちょっとツーリングというものを、うん、まあその行く先々でね、なんか視聴者さんと会えればそれはそれで楽しいかもしれないです ね、うん、まあ夏の気持ち、空の下、皆さんでちょっと走りましょう、はい、はい、よろしくお願いします、はい、では今日はお疲れ様でした。キャンピング移動です、キャンピング移動です、キャンピング移動です、おう、腹切った後にどうするかっていうの分かる、みんながターンとか、みんながターンとか、みんながターンとか、すべてのことって要は逆説から始めれるじゃん、マイナスのことでも何でも、うん、だけどマイナスのことをプラスに発想しようと思えば何ぼでも変えれると、これって。